さあそれでは午後のトップバッター紹介します。フィールソーグッドの皆さんです。プロフィールです。きっかけは当時11歳だった少年ドラマーとその発表会をサポートする大人でスタート。気がつけば結成して12年目を迎えました。主に T スクエアの曲を楽しんでいるフュージョンバンドです。ウィンドシンセサイダー電子笛がちょっと珍しいかもしれません。上越妙高地域内での活動、また長野市内での各種イベントなどに参加されているということです。目指すはバンド名の通りいい感じな演奏ですとのことです。それでは音楽を届けていただきます。 Feel So Good の皆さんです。Thank you.
ミュージックファンオレ午後の部トップバッターのフィールソーグッドでございます。改めましてよろしくお願いします。先ほどねご紹介ありまして、結成12年ということで、あの頃は若かったということで、長々とね続けてまいりましたが、元気よくね皆さん健康にね健康に気をつけながら、ね、今やっております。会話がすいません、なんかねお年寄りっぽい会話になってしまったんですが、はい、今お届けした曲は、ユーロスターという、曲で、スクエアの曲でございます。ユーロスター、イギリスから、海峡をくぐってフランス、ベルギー、オランダとね続く列車をイメージした曲だったんですが、今ちょうどですね、パリオリンピックやっておりまして、金メダルラッシュですね、寝不足の日が続いておりますけれども、そんなね、爽やかな感じで表現できたでしょうかね、どうでしたでしょうか。今ガットギターから今ね、お色直しをしまして、このエレキギターにお色直しをいたしまして、次の曲はですね、ちょっとガラッと雰囲気変えまして、ちょっとロックテイストですね、元気のいい曲を、曲ねお届けしたいと思います。ナイトソングというね曲で、眠気がぶっ飛ぶような元気な曲ですので、皆さんノリノリでよろしくお願いいたします。Thank you.
最近お腹周りがとっても気になります。インドシンセサイザー初、当番組ですね、一番若手でございます。若手なんですが、最近ちょっと貫禄がついてきました。ドラムス真鍋、最近私結婚しました新婚さんいらっしゃい、キーボードマキロン、そのお隣、娘を嫁に出してちょっと寂しいです、孫の顔が早く見たい、キーボードサドミ、貫禄のついた息子にはまだまだ負けない、我らがリーダーギターコレ、ということでこのバンドですね、家族経営をしております。ということでラストですね、スクエアのリドルマーメイドいきたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。この後まだまだ続きますので、ぜひお楽しみください。フィールドオブトゥーさん、ありがとうございました。ギターボーカルのこのかさん、ギターのゆうとさん、ベースの大輔さん、キーボードのれいさん、ドラムの王さんの5人組バンド、実は先ほど出演されたフィールソーグッドのベースヨッシーさんの娘さんがキーボードのれいさんというね、ちょっとあの親子関係でバトンをつないでいただいた感じになっております。メッセージいただいています。みんなが楽しめる演奏を目指して練習しています。一緒に盛り上がりましょうということです。それでは続いてのステージ、オールイズウェルの皆さん、よろしくお願いします。
ンドさんをご紹介します。出てこいカメレオンズの皆さんです。バンドメンバー全員が上越高校音楽部の OB です。見た目も個性もそれぞれなメンバーで構成されているということなんですが、今日はオリジナル曲も含め全4曲を届けてくれます。それではステージご注目ください。出てこいカメレオンズの皆さん、よろしくお願いします。
1曲目キーボードをサポートしてくれた流星くんに拍手で、あの1曲目でバリダンで拍手でお願いします。ありがとう流星。はじめまして、ミュージックファンウォーレ2024お越しの皆様、出てこいカメレオンズでーす。次にあるオリジナル曲があるんですが、 B メロでみんなに僕のクラップを真似してほしいところがあって、そこはちょっとこれから練習していきたいと思うんですけど、10回叩くクラップと8回叩くクラップがあって、ちょっと僕の真似をしてほしいんですけど、じゃあ練習してみましょう。We'll be right back.
Thank you.
Oh,
氷が溶けるまで、君の涙が枯れるまで、悲しみが溢れている。君に涙流すそんな夜は、
Oh,
We'll be right back.
死ぬんだ。I'm not afraid to die.
ったそうですのでご案内させていただきます。スノービーズの皆さんです。おっさん三人バンドスカミーズに上越の弾き語り歌姫美節をボーカルに迎えた4人での新生バンドスノービーズです。普段はアコースティック系のアレンジバンドですが、今回はオーレンステージに向けてロックバンドとして参加いたします。誰もが知る名曲を節の透き通った歌声と絶妙なバンドアンサンブルで表現したいと思います。どうぞよろしくお願いしますということです。さあそれではスノービーズの皆さんのステージどうぞお楽しみください。
Thank you.
集結しているバンドになります。ホーンとリズムセッションが交錯するスカ音楽で盛り上がりましょうということです。それでは皆さん、ラスト思い残すことなく一緒に楽しみましょう。ザ・スカーレットオーケストラです。Thank you.
とオーケストラが登場いたしました。なんと1年ぶり、満を持して登場しました。ね、今日こんだけなんかいいね、このスタンディングエリアあるのね、とっても楽しいですよ。皆さんで、ね、一緒に汗かいて盛り上がって、最後まで盛り上がっていきましょう。ということでございましてですね、いいでしょう、この衣装ね、バラバラな感じで一応ね、いつもはね、揃って衣装だったんだけど、今回はみんなでカラースーツ着ようぜって、じゃあ今回バラバラにカラースーツ揃えようって言ったらこうなったんですね本当に見事にバラバラですけど、かっこいいですか？というところで、続いて、ギターのノブとツインボーカルで、これもとってもメジャーな
めくれたオレンジって曲を聴いてください。すごいかっこいいですよ。どうぞ。
経つんでしたかね、10年、なんだかんだで10年以上経ってるんですけど、年に1、2回しか最近やってないっていうところなんですけど、できた当時は結構ね、いろんなビール祭りとかかなり出たんですけど、最近この暑さに耐えきれず、夏場の本当に出るのがちょっとみんな死んじゃうと思われるんで、最近ちょっとご遠慮してる感じなんですけど、まあ、このインドアでもこれだけ汗かいちゃうんで、アウトドアだと結構大変なんですけど、まあ、そんな感じで、いい感じですか。ということで次の曲、最後の曲でダンビートストーン、盛り上がるぜこの曲、行くぞ。Yeah, yeah, 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 y
客様でももしよかったらぜひフロアの方に動いてきていただいて、出演された方は乗っちゃっていいですよ。はい、出演者の方はもしよかったらステージ上にも上がっていただいて大丈夫です。上がってもらって、はい、それの方にいらっしゃる選手の方もどんどん出てきてください。下でもいいけど、はい、下でもいいけど、はい、どうぞ、好きなところでみんなで盛り上がりましょう。盛り上がっていきましょう。うちら下行くからさあ、泣いても笑ってもラストです。皆さん最後一緒に楽しみましょう。さあ、なんとなく聞いたことのあるフレーズが流れてきました。さあ皆さん、準備はいいでしょうか。それでは最後に向けてラストスタートいきたいと思います。皆さんのよくご存知のこの楽曲でお別れです。ルカオ三世の曲で皆さん最後に盛り上がりましょう。ではダンスが